ティが食べれるんです。じゃーん。まずこのカツがマスオ TV。 はい、2ヶ月間のダイエットを終えたマスオ TV です。はい、はい、実はねライザップ2ヶ月あのね炭水化物糖質抜きを行ったマスオなんですけど、ね、ライザップ今撮影終わりまして、そこからやっとご飯が食べれるんです。2ヶ月ご飯食べなかったやつがご飯食べたらどういう反応するのかちょっと気になったんで今日撮っていきたいと思います。じゃーん。そして僕が食べていくのはこちら黒豚ロースカツ丼です。ね、ずっと実はねダイエット中カツ丼を食べたくて食べたくて仕方がなかったんですけど、こちら注文していきたいと思います。いつも僕のこのライズアップの動画を撮ってくれたカメラマンさんも糖質抜きダイエットずっとね僕に付き合ってしてくれてたんですよ。だからねそのカメラマンさんもねすごい嬉しそうです、あのご飯食べれて。はい、すいません、黒豚ロースカツ丼を2つ。はい、黒豚のロースカツ丼です。はい、それを分かります。ありがとうございます。お願いします。注文完了、楽しみすぎる。来ましたよ、黒豚ロースカツ丼。どう、超うまそう。でまだ分かんないけど、うん、来ましたよカツ丼。本当に僕これ2ヶ月ぶりに食べる炭水化物というかご飯なんですよ。もう楽しみすぎる。いきます。うまそう。やばいっすね。どう思います、どういう表情してると思います。なんかニタニタしそうですよね。そうですね、2ヶ月ぶりですよね、カメラマンさんも。楽しみですね。いや、いただきます。まずこのカツがね、2ヶ月ぶりだからね、やばい。いただきます。涙出そう。ダメですよ、2ヶ月ぶりに行きます。行きますよ、行きます。今涙流してるの分かりますか。涙、いや、うまっ。9キロ痩せましたけど、リバウンドしますかな、これ。でしょ。いや、うまっ。うまっ。それぐらいでやめといたらいいんじゃないですか。うまっ。いやでもうまいっすね。もうやめたら？いや、ダメですか？でもお金払うんですよ。大丈夫ですよ。皆さんもしかしたら、マスオはリバウンドするなと思ってるかもしれないですけど、この飯だけですよ。僕はこの体型しっかり維持していきますから、皆さん。僕がブクブクリバウンドしていく様子なんて放送しないんで、皆さんの期待を裏切って、細いままいきますので、ぜひご期待ください。ということで、これからもマスオ TV、ね、痩せたマスオ TV でご視聴くださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、カツ丼完食しています。以上、マスオ TV でした。バイバイ。もちろん僕は完食しました。最高に美味しかった。これからも痩せていきたいと思います。